暖かい、誰だ、私を呼ぶのは。待て、自分はまだ覚醒し、処理を開始、システムイエロー、5秒後に再起動、システムエラー、覚醒処理に問題、対象に深刻な影響、停止処理キャンセル、システムの停止はできません。カウントダウンを開始、5 4 3 2 1。あなたに良き目覚めを。ここはどこだ。真上には見慣れぬ布の天井、ほのかに明るい、いや薄暗いのか。この音は火なのか。世界が歪んで、なぜ目が覚めた？なんだ。ご気分はどうかな。外傷はなかったけど、どこか具合が悪いところがあったりする？まだ意識が混濁しているのかな。お前は。ここはどう言えばいいんだろう。ちょっと説明するのが難しいかな。それよりあなた自身のことどうなってるか覚えてる？自分まだ無理しないで。知りたいことも後でちゃんと教えてあげる。そっか、これは夢か。今はただ安心しておやすみなさい。おやすみなさい。もうまた部屋を散らかしたまま。やっほー、おじちゃん来てあげたよ。ひひ喜んだよね。今日はおじちゃんのために大好きなコップを作ってあげるんだから。じゃあおじちゃんがおじいちゃんになってもお嫁さんいなかったら私が結婚してあげようか。私は心配だわ。せめてここじゃなくて向こうにいつ帰ってきてもいいのよ。なんだかあなたが急に遠くなったみたい。昔は何かにつけて私やあの人の後をついて回っていたのに。薬は飲んだが、目覚めた時にはお前の前に新しい世界が待っているだろう。そうだ、お前こそが最初にして最後の。もう作ってあげないから。
でしょ。いいよ、絶対来てね。指切り玄満だからね。ハリセンボン飲むんだからね。約束だよ。自分はなぜこんなところにいる。なぜだ。なぜ。ダメだ。思い出せ。自分は今まで何をしていたんだ。いて。にも無理がありすぎる。風を引くどころか、下手したら凍え死ぬかもな。これが夢幻でないというなら、自分が解放されていたらしいあの天幕は実在するはずだ。ともかくそこまで戻った方がいい。どうする。とにかく道っぽく見えるところを突き進むか、それともここで助けを待つべきか。遭難した時は動き回らず救助を待った方がいい。だが問題は、自分を助けに来てくれる連中が果たしているかどうか。だが自分が何でここにいるかわからない状況で捜索を期待するのは虫のいい話だ。となると多少の危険は覚悟の上でここから移動した方がいい。暗くなる前にとっとと移動しよう。なんだ。
なんだ。なんだ、鳥か。はあ、驚かすなよ、まったく。妙に騒がしいな。なんだってまたあんなに。またか。何か得体の知れないものに睨まれたような。気分が。するはずがない。だからこれは夢、あれは幻。振り返って見てごらん。ほら、きっとそこにはみんなの満面の笑顔が。そこから転げ落ちたのか。
どうやら穴が茂みで覆われていて踏み抜いちまったみたいだな。大変そうだが壁をよじ登れば上までなんとか。今上へ戻ったら間違いなく奴に食われるな。となると、上へ逃げられないとなると奥へ進むしかないが。やはりここでおとなしくしてた方が。おっと、近づいてきてる。こんなところでグズグズしてたら見つかってしまう。ためらってる場合じゃない。くぅ、なんだってこんな目に。追いかけてくる気配はないか。助かった。ここまで来ればもう。なんで前から。まさか先回りされてた。逃げられない。わからない状況のまま、こんなわけのわからない生き物に食われて、このまま。やられる。何なんだあれは。何が起きてる。
今のうちに急いでここから離れないと。してるような感じで、目と耳を塞いで。手榴弾？追いつかれる。死ぬ気になれば何だってできるって本当なのかも。と命を救ってもらったんだ。せめて一言お礼を言って助けてくれてありがとうございます。私の顔がどうかした？いや別に。それにしても少し目を離した隙にいなくなったと思ったらあんなことになっているなんて。間に合ったからよかったものの、あまり困らせないでほしいかな。
申し訳ない、うん、目を離した隙にいなくなった。あ、それって一体どういう意味だ。そういえばこの子以前どこかで見たよ。もしかして自分のことを知っているのか。え、もし自分がどこの誰なのか知っているのなら教えてくれ。え、ああ自分は誰なんだ。ここは一体どこだ。さっき襲ってきたのは、それに、それと、それから、うん、尋ねたいことが多すぎて頭が混乱する。自分は、とりあえず戻ろっか。何？いつまでもそんな格好だと風邪をひいてしまうかな。格好？そういえばこんな薄布一枚で森の中をうろうろと。奥の方にしまったはずだけど。あったあった。捨てるわけにもいかないからどうしようか考えてたけど、まさかこんなところで役に立つなんて思ってなかったな。はい、着替え。そんな格好じゃ本当に風邪をひいちゃう。大丈夫だよ、ちゃんと男物だから。あ、うん、じゃあちょっと
水を汲みに行ってくるから。趣味があるんじゃないんだからね。そもそも人は剣士、裸だったんだから下着がないくらいでオタオタするな。ちょいとあれの座りが悪いくらいじゃないか。このズボン、穴がここにあるということはこっちがないか。なんかあんまり履き心地が。まあいいか。次はこの上着を羽織ってこの帯で結べばいいんだな。よし。しかしあんまり着心地が良くないな、正直言って。突っ張る感じも良くないな。下着を履いていないせいで股ぐらが涼しすぎる。しかも前開きが結構大きく開いてるせいで風通しがいいどころかまるで吹きさらしだ。っていうかそれ以前はみ出すぞこれ。やはり彼女に行って下着を貸してもらうの。いやいやいや、それはダメだろ。人としてはともかく男としてそれはまずい。それにせっかく恋で貸してくれたんだ。そんなこと言ったら罰が当たる。ここは彼女に頼らず己の創意工夫で乗り切るべきだな。あ、そっか、この厚手の布をこれを前掛けにして、それでこっちを。ん？ふざけてるわけじゃないんだよね、一応。なんか微妙に生温かな眼差しが。いやだから誤解だ。これは別に下着がないからこうなので。今腰に巻いてるそれはアペリア、肩に羽織るものなんだけどな。は、それと上は左右が逆、下は前後反対かな。反対？いや前開きがあるんだしこっちが前だろ。それは尻尾を通す切れ目なのだけど。ああ、尻尾？きっと飾りかなんか。よくできてるな。見た目といい、手触りといい、まるで本物だ。しかもこの感触、えらく触り心地がいい。すべすべもくもくと、まさに牧場の肌触り。しかもうねうね動いてるし、一体どういう原理で。なんだ、さらにふわふわしてきたんだな。これは一体。
なあ、なんだ。おい、一体何が。何が、どういうつもりかな。どうって何が。だから何の断りもなく乙女の尻尾を握りしめるなんてどういうつもりかと聞いてるのかな。握りしめ、いや、そいつは、まさかそれは本物か。当たり前だよ、この自慢の尻尾が本物じゃなくて何が本物なの。いや、それは、うっ、そうでなくても断りもなく尻尾を握るなんて。いや、その、なんだ。知らなかったみたいだし仕方ないかな。なんかすまん。まあしかしな、普通は尻尾が本物だなんて思わないだろう。まあ人は猿から進化したのだし、そういう先祖返りの実例がなかったわけでもないが。おかしくなってしまったのか。気品すらある美しい顔立ちと艶のある美しい黒髪、それはいい。彼女は十分可愛いと思うが、この際美醜は不明。問題は、そういえば気が動転して気にしてなかったな。ふさふさだと。どうかした。いや、そのつまり、なんだ。耳と尻尾、まさか人間のように見えるが。人間、いや待て、うかつなことを聞いてまた機嫌を損ねて、その挙句こんな森の中で置き去りにでもされたら、なんでもない。あ、どうもこの辺りの風習やら作法やらがよくわからなくってな。その格好からしてそうみたいだね。とにかくその間違った着付けを直そっか。あ、やっとほどけた。次はこっちの紐も結び目がガチガチか。じっとしててね。ああ悪いね。まさかこれを帯にするなんて思ってもみなかったな。そうなのか、長細いからてっきり帯なのかと。これってば、下着だよ。え、だから下着。下着ってこんな長細い布が。こんな長いのどうやって。まさかこれがあのふんどしというものか。そうなるかな。知らなかったとはいえ下着を帯代わりにするのはどうかと思うな。あとは、
もしもし。これでよしっと。なるほど、こう切るのか。これが本来の着心地か。動きやすいな。さっきまでのとはえらい違いだ。しかし、尻尾があることはさも当然のことのように言うのに、ないことも別に気にしてないんだよな。何から何まですまない。ううん、いろいろと行き違いもあったわけだし、それは構わないけど。さて、クオン。え、名前まだ伝えてなかったかな。クオン、それが私の名前。ああ、名前か。それで、あなたはなんて名前かな。名前。うん、名前。そうだ、自分は、うん。待ってくれ。自分は。じゃあ、どこから来たのかな。今まで何をしていたのかとか。どこ。どこから。そう、今まで何してたんだ。そうだ、この子が。記憶に曖昧な部分もあるが、解放してくれたこの子なら。あなたはこの人里離れた山中で一人倒れていたの。一人で。うん、それでそのまま見捨てるのも目覚めが悪いから、拾って解放したの。だから期待させて申し訳ないんだけど、私が知っているあなたのことはその程度かな。そうか。ごめんね。いや、勝手に期待したこっちが悪い。そう言ってもらえると。でも困っちゃったな。まさかこんなことになるなんて。まったくだ、参ったね。こんな時はどうすりゃいいんだか。分かったのは、自分が誰だか分からんということくらいか。ちなみにここはどこだ。九十里の西方、シシリ州の奥といえば分かる。なるほど、ちっとも分からん。ああ、地名が分かっても、それが一体どこなのかまるで分からないんじゃ意味ないな。他に聞けることといったら。そうだ、あのでかいの。でかいの。ああ、そうだ、グネグネニュルニュルして襲ってきたスライムみたいなやつ、あれはなんだ。スライム。
しかしてタタリのこと？タタリ？あれはそういう名前の生き物かな。何かと聞かれると正直こちらも困っちゃうな。分かっているのは日の光が届かない地の奥深くに生息しているということ。そこに入り込んできた生き物を襲い食料とすること。そして決して死なないということくらいかな。死なない？うん、あれはね、死なないんだ。焼いても切っても叩いてもすぐに蘇生してしまって何をしても息の根を止めることができないの。いや、さすがに不死身とかそんな生物はありえんだろう。生命力が強くて死ににくいとかそんなのじゃないのか？うん、本当だよ。本当に何をやっても死なないんだ。